ハゴ第109潜水艦は、日本海軍の潜水艦。波101型潜水艦の9番艦。太平洋戦争末期に巡航して、特殊潜航艇,艇隊の訓練に従事し、戦後海没処分された。マル計画の輸送潜水艦小型、第4601号艦型の9番艦、仮称艦名第4609号艦として計画。 1944年8月1日、三菱重工業神戸造船所で、建造番号752番線として、火唱艦名第4607号艦と同時に、寄港。9月1日、波号第109潜水艦と命名されて、波101型潜水艦の8番艦に定められ、本籍を、クレチンジュフと仮定。12月11日、 偽装院事務所を三菱神戸造船所内に設置し事務を開始。1945年1月10日、浸水。3月10日竣工し、偽装院事務所を撤去。本席をクレチンジュフに定められ、第6艦隊第11潜水船隊に編入。同日、クレへ向け神戸発。12日からクレに所在し、訓練を行う。20日。 連合艦隊付属第10特攻戦隊に編入。本艦は、クレで訓練を継続。4月14日から15日にかけて、クレで、魚雷格納島と魚雷を積載。18日、三崎へ開港。20日、広陵の栄光試験を実施し、スクモへ開港。22日、クレへ開港し、潜水艦三橋で整備を行う。クレ在泊中の5月4日。 第10特攻戦隊司令官の正気を五千水艦基地隊長者から本館に渡る上げ。7日、第10特攻戦隊のスクモ進出を支援するため、クレハツ。三つくえを経由し、9日、スクモ沖。17日から18日にかけて、クレ沖で訓練に従事。21日、第101突撃隊のスクモ進出を支援するため、大浦へ開港。以後、 クレ・サイキ・スクモ艦を移動して、高齢の受領と開港、訓練目標艦、補給母艦としての行動や、戦隊司令部の移動など、第10特攻戦隊の行動を支援した。終戦時は、スクモに所在。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍。1946年4月1日、五島列島、機内島沖で、アメリカ海軍により海没処分された。 伊藤年天体、1945年1月20日から1945年3月5日、倉科孝介体、1945年3月5日から1945年3月10日、倉科孝介体、1945年3月10日から1945年3月20日、国広真新寺体、 1945年3月20日から1945年11月5日、AB 春行日は、世界の艦船、日本潜水艦士、P88、世界の艦船、日本潜水艦士、P106、丸スペシャル、日本の潜水艦、3P45、丸スペシャル、日本の潜水艦、IP74、福井静夫、 写真日本海軍全艦艇史料編 P 艦歴、表18、明治100年史総書、昭和造船史、第1艦、P827、第11潜水戦大戦時にし、同時続き志向の隠れ立つと、人事発令による。新三菱神戸造船書50年史付録 P40、では、昭和20.3、11としている。本来の艦名表記は並み。 公大109潜水艦 AB 本艦が艦艇類別等級別表に搭載された1944年9月1日時点で波号大108潜水艦が同票未搭載のため1944年9月1日時点で法令上は8番艦1944年10月5日に同票に搭載された波号大108潜水艦を含めると通算で9番艦となる ありがとうございます。